手島聡氏は、千葉県富津市出身の元プロ野球選手、宇藤右内。拓大高良校から社会人野球の新日本石油では、都市対抗野球に補強を含めて2回出場。2004年のドラフト自由獲得枠で千葉ロッテマリーンズに入団。最速時速140キロメートル後半のストレートに、加え、スライダーチェンジアップフォークなどを投げる。 2005年はファームで最多価値を上げたが、やや制球、変化球に難があり、6月22日に1軍で初登板、初先発した際も甘く入った、チェンジアップを小笠原道広にレフトスタンドに運ばれるなどで、ノックアウトされている。以後は故障の影響などで2軍でも結果を残せない状態が続いた。制球が不安定な部分は解消されず、2009年10月1日に、 戦力外通告を受け現役を引退。2010年から球団スタッフとなった。2020年現在は球団広報を務めている。特徴的な長い矢語がトレードマーク。青年月日は同期入団の大松正一と同じ。父親は高橋ガニの漁師で、グラブには高橋ガニと父親の船の名前、長五郎丸という文字の刺繍が施してある。子供の頃は、 父の後を継ぎ漁師になるつもりだったが、父親に、お前には無理だと言われ、漁師になるのを諦めたという。ありがとうございます。